はい、NHK をぶっ壊す。先ほどの大津さんのやつ続きでいきます。大津さん陣営の狙いについてちょっとね、僕なりに予想したいと思っていてですね、まあこれあくまでも予想で、多分こんな感じだろうなって。でまあ大津さんは嘘をつかないって言いながら、言ったことやらないですよね。まず言ったことやらないのが嘘なんですよ。大津さん気が変わったとかっていうのも場合によっちゃ嘘ですから、気が変わらずに最初からやる気もないことを言ってるっていうことも嘘ですからね。例えばもう黒川君とは縁を切るとかって言いながら、今黒川君と仲良くしてるじゃないですか。まあそれ置いといてですね、ちょっと大津さんの流れ、昨日全額現金化しようとしたんですよ。これ失敗しました。政治家女子48党のリスナー銀行の参議院支店の口座をですね、約900万ぐらい残高があったんですけど、全額現金化する必要何があったんですかと。大津さんはこれ否定してますけども、完璧な証拠が残っていてですね、大津さんと2人で来店をした山中という人物が電話をしてきて、大津さんの記者会見が10時からですけど、9時半頃に電話をしてきて、全額引き下ろししたい。もちろんその時に大津彩香も一緒に本人も連れて行きます。だから銀行としたら来てる以上900万払わなきゃいけないですよね。でもまあそれは僕がもう登記簿バシー打って止めましたから、もう本当電光石火の登記ですよ。これ登記ってのは形式審査ですから、入れてしまえばそれで止まるんですよね。もちろんそこに虚偽があると、いわゆる公文書し偽造とか私文書偽造等行使なんですけど、ちゃんとした根拠ありますよね。もちろん書類を入れるときに印鑑とかいらないんですよ。ここは登記とかやってる人は分かると思います。大津さんがそれをやめるのが嫌と言ったところでですね、実質上はこれは党総というのを開いてですね、党の総会で議決するっていうことになってくる。そこで大津さんを、まあ、新しい代表の斉藤君が辞めさせるって言えばもうそれで終わりなんで、いらないんですよ。そもそも大津さんの印鑑なんて。むしろこの会議で大津さんが辞めるって方がよっぽど意味があるわけですね。でちょっと話をぐーっと戻しますけども、要はまあこの2人の山中さんと来てですね、金曜日の朝ね、僕が登記差し込んだから、まあ、慌ててお金下ろしに行こうとした、この900万円で。じゃあなぜこの900万円を金曜日に下ろそうとしたか、大津さんの言い訳から読み取れるんですね。ツイッターで言い訳します。私は火曜日に通帳ゲットしたんだから、水曜日でも木曜日にでもお金下ろせたのに、下ろしてないじゃない。で金曜日はなんか登記が入ったから残高確認するために電話したとか、まあ、わけあるかんと言ってるんですけど、多分大津さんは本当にそうだと思うんです。ただ後ろについてるこの山中という人物はなぜ火水木を飛ばしたのか、それはこの20日に入ってくる政党助成金8300万円がポイントなんです。大津さんは水曜日に総務省に行ってきましたってツイッターで上げてたんですね。僕はその時ピンときました。あ、大津さんは政党助成金を取りに行こうとしてるな。これ政党助成金っていうのはちゃんと請求書を出さなきゃいけないんですよ。その請求書を出して、総務省は4月の20日に大津さんの口座に、大津さん名義の政治家女子48党の口座に8300万入れるとすると、4月の20日まで待てば9200万円のお金を横流しできる。それに気づいたんでしょうね。だから4月の20日までは待ってたと思います。っていうのはね、これ今僕の方で差し押さえしましょう、取り付け騒動が起こっていてですね、債権者の方々金返せって言ってるわけですよね。だこの900万円のお金をね、いきなり現金化したらお金返すつもりがないってなるでしょ。現金化すると誰が使ったかわからないようなお金になっちゃうわけです。もうまさに大津さんが使うと、大津さんが場合によっては罪になる、犯罪になるんですよ。でも大津さんの後ろにいる人たちなんて何してるしかわからないです。いわゆる真っ当な仕事をしてない人、まあまさに黒川君がまさにそうです。彼は1億円もの個人の借金を持っていることを認めていて、それを踏み倒してる。で彼の生活費は翼の党という政治団体につけて、そこから活動費という名前で生活費をもらっているようなやつなんです。そういうような連中と未だに、ね、昨日の中継は翼の党というね、まさに黒川がやっている YouTube で大津さん出てるわけで、もう黒川と縁を切るっていうこと自体を嘘ついてますからね。ね、もうお金現金化してしまえば何とでもできると思ってる連中が今大津彩香さんの周りにいると考えるのが、多分まあなんていうか スムースというか、そう考えるのが一番しっくりくると思います。なぜ900万円下ろさなかったのかなと思ったんですね。もうちょっと待てば。ただ僕は
木曜日の段階ではこのお金を差し押さえるって言ってたんですね。債権者10億の債権者を集めてこの8300万円を差し押さえるって言ってたんです。もちろんそれを聞いたこの山中という人物以下黒川はですね、すごく詳しいので、実はこの4月の20日の8300円の差し押さえは間に合わないんです。それは僕も分かってました。言ってたでしょ、この8300円もし抑えれなくても11億あるから10億は返せるから、4月の20日に間に合わなくても7月の20日は大丈夫って言ってたでしょ。木曜日までの段階ではどうやっても差し押さえできなかったから、合わせて9200万円は現金ができると思ってたと思う。要は大津さん側の人たちにこの債権者に対して、10億の債権者に対して5年間かけてお金を返していこうなんていうことは、そんな考え1ミリもないんです。この8300万円もらうと、まあ約1億になりますね。このお金をまあ横取りしてどっかにその逃げようとしてるんじゃないかなっていうのはね、これがね、横取りにならないんですよ、この政党助成金っていうのが。普通の会社だったらまさに株主が被害を受けたと言って社長を訴えれば、これ特別背任とか背任罪になるんですね。ところが政党というのは基本株主がいなくて国民になるんですよね。国民が株主なんですよ。国民が株主なんで、じゃあ株主代表訴訟とか起こせるかって、それは無理で、払ってしまったお金はもうその党が自由に使っていいってなってるんです。でその次の選挙の時に審判するっていう立て付けになってるんですね。だからこの8300万円を大津さんが何か個人的に別荘を建てたりとか、大津さんにこの9200万円の報酬を1日9200万って出しても、実はそれ違法じゃないんですよ。背任にもならないんですよ。でそういう膨大な権限を与えてしまった僕にもそれは責任があるんですが、問題はもうここです。これ口座凍結したんで、さすがにこれでそういう悪いことをしようとすることができないです。いや、ほんと昨日ね、間一髪間に合いましたよね。まあ僕があれ、ほんと YouTube ライブやってて、りそな銀行に多くの人が電話をしてくれたことで、それはもう夕方の弁護士まで待ってられないっていうのあったと思いますね。だからもう、これ、とにかく凍結したので、この後は裁判所がどういう判断をするのか。もちろん、総務省が我々、っていうか斉藤君にね、代表権があると認めたら裁判なんかしなくても、もちろん、大津さん側が裁判してくる可能性ありますけど、向こうそんなお金ないし、差し押さえと仮処分とか言ってますけど、そもそも仮処分なんか通らないと思います。で、大津さん何もできないじゃないですか。そもそも自分で言ってるんですよ。よく分からずに代表になったと。で、辞めますって言ってるわけですね。で、そういう人が従業員もついていけない、行かない、債権者にも弁済する能力がない人間を、裁判所が大津さん、そんな人間を、この人が国政政党の代表者っていうようなことをさすがに決定するわけがない。そんなこと認めるわけがないと思います。だってそんなことすると総務省も困るし、いろんな人から文句を言われますよ。こんなやつにってちゃんと3月29日に代表を辞めるって言ってるのに、それを大津さんにね、代表をやらせるのか。この900万円持っていこうとした人ですよと。これが大津さんの考えだと思います。もちろんね、僕昨日大津さんに3時に来るように話しようよって言っても逃げ回ってるでしょ。だから大津さんは本当に何も分かってなくて、後ろで操ってる人がいると思います。だからこれ本当にね、僕大津さんのことをね、助けてあげたいと思ってて、まあ、大津さんの前の彼氏にもちょっと今連絡取ってるんですけど、まあその人たちと付き合う、今付き合ってる人、まあ黒川君とか本当もう悪い金の亡者なので、まあね、僕にこう仲良くしようというつもりはないですけど、ちょっとね、大津さんの周りの人でこれ誰か言える人はちょっと本当言ってあげないと、これ場合によってはさすがにちょっと目的外で、さすがいくら政党のお金でも、これね、昨日逆に900万円のあれが失敗してよかったと思います。もしこれね、受け取ってたら罪になる、なってた可能性があります。何罪かというと、まあ普通にまあ横領か、まあこれすでに弁護士さんからも警告が出てます。村岡弁護士から大津さんの方にメールで、あなたは訴えられてるわけですよ、政党がね。そういうね、政党の代表者でありながら弁護士と連絡がつかない。で、
私はもうあなたが政治家女子法廷党の代表者じゃなくて斉藤健一郎君が政治家女子法廷党の代表者だというふうに見てあなたに警告します。あなたはもうすでに代表者じゃないから政治家女子法廷党のお金をもし、使ったりするとそれは、横領罪とかね、まあいろんな罪になりますよって警告も送ってますから、まあそういう意味じゃ大津さんのためには昨日の900万円は動かなくてよかったと思いますね。まあこういう感じでですね、もう余裕でこれは代表権が戻ってくると確信してます。向こうの弁護士さんもひょっとしたらもう諦めるんじゃないですかね。向こうの弁護士さんが金曜日に言ってたのは大津さんが代表を辞めるという意思表示をはっきりしてないと言ってましたよね。そこ争いますてかまあ向こうの弁護士さんとはそこしか争えないと思いますね。で月曜日に総務省に、弁護士さんと斉藤議員と浜田議員と私と総務省に出向いてですねちゃんと署名しろ、この3月29日の会議どんなことを言ったのかをちゃんと文字にして出します。でこれが有効な党の代表の移動であったというところを主張しながら、その他、党のね、職員は大津さんが代表をじゃなくて斉藤君が代表で大津彩香さんを除名した斉藤君の考えを支持しますと。で斉藤君も浜田君ももう二度と大津彩香さんを参議院議員の会館には入れませんというようなところを書いた署名をつけていきます。他にもね、村岡弁護士が NHK 政治家女子48党の代表は斉藤健一郎であるっていうような意見書とかですね、いろんなものをつけて月曜日に総務省に行ってまいります。まあね、いろいろと、まあ、500回おかけしましたが最後来ないですよ。僕愛と正義嘘をつかなければやっぱりこれはこういうね、苦境も乗り切れると確信をしておりますので、ご心配いただいた方もうしばらくお待ちください。レターパックは届きませんので、とにかくもうしばらくお待ちいただければですね、早く返してほしいとしてね、うまくいけば4月の20日にはお金が入ってきますので返金に応じることもできるかと思いますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。以上です。 NHK をぶっ壊